ココリコ遠藤の変な形。今日は、はい、僕のまあ好きなものをちょっと皆さんと、僕と同じ目線で見てもらえたらいいなと思って、はい、ちょっと企画したんですけども、いわゆる高層ビル。高層ビル、うん、大好きなんですね。まあ、あのねビルすごく今いい顔してるし、いい顔、うん、すごい今朗らかないい顔してる。いっぱいあるから、マジでいっぱいある。いや、ちなみに今この辺が恵比寿のガーデンプレイスの、ちょうど僕が東京出てきた時ぐらいでもう重きトレンドやったかな、この辺がね。こっち、あれ今ちらっと見えてるのが、あれがいわゆる渋谷のスクエアビルですよね。あれ上が空中庭園。はい、あそこじゃないですか、あっち行きたかったな。まだまだ、僕からしたら若そうだから。本当ですか、今一番話題じゃないですか。若いんだよ。とりあえずここは絶対押さえとかなあかんっていうところをまず行きますわ。ここなんですよ。まず皆さんに紹介したかったのは霞ヶ関ビルでございます。霞ヶ関ビル、はい、あれ意外と低い。これが言ったら日本で一番最初の超高層ビルなんです、ここ。いや確かにヴィンテージ感すごいな。通常一番日本で高いとされているビルがアベノハルカスと大阪にある。ああ有名ですよね、ハルカス、うん、あれが 300m なの。これ半分を見たら 147m。 すごい147なんですけど、でも昭和43年、1968年の、はい、9月の21日にこの場所に、すごいっすね。それで、まあ、3つ4つ上なんですけどね、進化されてるというか人として見てる感じなんですか。これビル風がすごいっすね、寒いっすね。いろんなビルが建ってるからね、この辺は。いろんなビルが建ってるからね、この辺は。だってもう、ここから始まったんですよ、日本の超高層ビルは、マジで。ねえ。どうなんですか、高さ的にはでもそんなにないじゃないですか。まあ今で言ったらそんなないねんけど、はあ、1968年の段階って言ったら、おそらくこの辺の景色はもう東京タワーと多分この子しかいなかったと思うんですよ。それ考えたらもう歴史もあるし、たまらんの。いや、ちょっと唾飲みましたよね、今。ごっくんしましたよね、今。ごっくんするでしょ、これ。てか、あれなんですね、登らないんですね、ビルには。それ全然興味ない。中に何が入ってるかも全然興味ない。いや、変態だな。フォルムだから。フォルム？フォルム。いや、発音ちょっと変えたけど。あ、これ今。ちらっと見えた？六本木ですよね、これ。今から六本木方面。え、どこですか？もうちょっとしたら左手に、まあ、六本木ですね。あ、もっと言えばその右側にある今さ、1月目からビズダウン。あ、僕らでも知ってますけど。でもそれで言ったらごめん、俺ちょっと間違えたかも。あの霞ヶ関ビルのすぐ近くに虎ノ門ヒルズってあるんだけど、あれが今東京で一番高いビル、255m。そっち行きたかったっすね。あ、どうしようかな。でもミッドタウンも呼んでるしな。いや、呼んではいないと思う。ミッドタウンも高いのよ。で、日本で一番高いビルっていうのは実は東京になくて、大阪のアベノハルカスなんですね、300っていうのがね。東京で一番高いのは 255m のトラゴンヒルズ、今の段階ではね。で、そのうちに東京駅のすぐ近くに三菱地所さんがすごい建てんねんけど、その施工する会社の名前まで知ってんすね。すごいな。さあ来ました、六本木ヒルズでございます。地上から238m、54階建てです。でもすぐ数字がスッと出てきますね。変態なんでね。ハグしてんすか。やっぱりその霞ヶ関ビルと比べてやっぱ全然迫力が違う、ね、やっぱり今時ですし。あ、そうそう、今時って言ったけど2003年なんですよ。2003年のおそらく4月の25日の竣工だと思うんで。詳しいな。さっきも言ったけど 238m で、まあみんな知ってると思うけど、はい、まあ言ったらサンシャイン60より 2m 低い。いやいや、知らないですよ。でもね、あのこれ逆側になるとこの6つのこういうまあマークがあって、あれはまあ六本木をイメージして6つの丸が
逆回転。知らなかった。あ、はい、そうなんですね。映画とかを普通に見に来るのはありますけど、ビルとしての認識そんなになかったっすね。あ、俺逆に言うとその中に入ったことはない。ないんすか。側だから。全然いいよ。これ見る方半端ないっすよ。ちょ、寒いっすよさ、これ。来ました、東京タウンでございます。ヒルズが2003年で、これ4年後の2007年の3月30日に出航されたんですけども、凛としてるね、本当に凛としてる。どこまでだよね、ここね。さっきのヒルズが 10m 低いんですけども、低いっすね。でも回数は同じ54回なんです。あ、54回とりあえずタイヤ引こう。タイヤきつかった。ミッドタウンとヒルズどっちが見る？やっぱミッドタウン。いやいや、言わされてるでしょ。それしか見えないし。はい。これからもちょっとミッドタウン。いや、どの立場で言ってんすか。チャンネル登録よろしくお願いします。